優勝戦6号艇の運の幸四郎選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。準優勝戦は6枠から2コースに動いて2着という形で輸出になりました。はい、コース取りから宣言通り、やはり見せ場を作ってくださいましたね。まあちょっと6コースでは全く見せ場っていうか勝機がないん。はで、いはい、動きました、はい。この前半のレースでは部品交換もなさっていました。けれども、予選の3日間と足の変化というのはありましたか？ あーずーっとアピです。アピ、はい、今回は出てないと、全く出てません、はい、そしてエンジン数ありますね、かなり出ている人も優勝戦乗ってきましたね、同期とかそうですね、まあ、ちょっと上の何人かはまあ良さそうで、はい、あとはまあみんななんかおかしい感じですかね、はいはい、ちょっと気温の方もぐっと上がってきてというところでなんですが、はい、とにかく優勝戦乗ってきました。 とりあえずはい、はい、ここでもう思い切った調整をしたりいろいろ頭の中に描いているわけですかそうですね、まあ、ティルトなどやむぐらいですかね、はいはい、もう一日かけてで、コース取りも準優勝戦のように脅かしに行けますか、同期の山田選手を。まあ、勝つためのレースをうーん多分6コース、6着になると思うんで、はい、なんか考えますね、はい。 はい、全てを考えていくとそうですねはいわかりました昨年は4回の優勝がありまして今年は5回目の輸出で発売がかかる一戦です、はい、ファンの方に一言お願いします、えー、見せ場は作りますおめでとうごいます